さあ次の試合は一体どんな動きになるか注目していきましょう。その調子、飛びは通しません。さあ打撃はさばきます。ハリーでドライブゲージを稼ぎつつリスクを減らしていきます。流れに乗れるか。ここは思い切って無敵技を打ちましたが通りませんでした。この勢いを止めずにいきたい。ここで飛びが通る。体力差はついています。試合は後半 KO。 このままいける。勢いに乗っています。マシンで飲んでいく。ここまでの動きから両者の動きは変わるか。飛び道具でペースを変えていきます。飛び道具はリスクがある分うまく使えば強力な地上技になります。この距離うまくプレッシャー、狙いは良かった。さあ若干体力に差が出ているがうまい。ここからさあ互いの狙いは見えているか。さっきの流れを持ち越して勢いに乗れるか。上からここで位置が入れ替わります。壁際の奪い合いとなるか。なんとか押し返して画面中央へ。インパクトはガードします。何を狙っているか。しっかり上は見えています。さあどうだ。中足ヒット。気づけば余裕レベルは溜まっている。本領発揮できるか。試合時間は残り半分となっています。さっきの流れを持ち越して勢いが上がる。受け止めながらインパクトは食らえない。この投げは通らない。ドライブゲージには差が、狙いは良かった。さあ逆転もまだ見えている。その調子。さあここで新鋭出し惜しみはないか。ダメージは足りるか。倒しきれるか。 Let's see. Is that enough? It was enough! It was enough! プレイヤー1さすがに強すぎました。